コーヒータイムということで、今日はね、片野さんのイエメンですね、ということで入れていきます。コーヒー豆ね、田島屋さんのやつがね、終わってしまいそうなので、ちょっとね、田島屋さんのやつは田島屋さんのやつで欲しいのでね、また注文しようかなと思いますね。まあ毎年年末ね、同じようなこと言ってるんですけど、年末のね、ギリギリになったりとかすると、まあ12月にね、入ったばっかですけど、まあ入ったばっかっていうかね、もう12月に入るっていうね、まだ11月なんですけど、12月に入るっていうところでね、全然あと1ヶ月あるんですけど、まあ通販とかね、年末近くなってくるとね、忙しくて発送が遅れたりとか、あとそもそもね、発送してくれなかったりとかね、することがあるんで、ちょっと早めにね、動かないとですね。でね、今日、まあ今週ね、今日ぐらいからまあ寒くなりますよみたいなね、昨日からか、まあ、昨日はね、ほぼ外出なかったからあれなんですけど、いや今日ね、出社してきて、帰りにね、自転車乗ってたんですけど、いやーなんかね、本当に急に冬っていうのを感じましたね。うん、空気がね、すごい。いてつくとかいうかね、肌にピリつくっていうかね、うん、そういう感じで、やっと冬来たなっていう感じがしましたね。今までっていうか、まあ先週、まあ今週か、今週、うん、今週のね、火曜日ぐらいだったっけ、なんかやたら暖かかったりとかね、して、うん、一体いつまで夏気分なんだろうみたいなね、そういう感じでしたけど。そこ行ってる間にね、コーヒー入れ終わったんで、コーヒーをいただきましょう。はい、ということでコーヒーいただきます。うん、いい香り。やっぱね、片野さんのやつ美味しいな。うん、匂いがねまだ飲んでないけど、うん、いい香り。うん、美味しい。最高ですね。で、今日はね、まあ、今日出社してきて、で、お昼を買いにね、まあ、会社のね、ビルの中に入っているセブンイレブンに行ったんですよ。で、そしたら、まあ、前にね、ちょっと僕、グミが好きっていう話をしたと思うんですけど、で、毎回ね、コンビニとか行くと、グミのコーナーを見るんですよね。で、そしたらね、新しい、新作グミがね、売ってたんで、ちょっとそれを買ってきました。で、それはね、これですね。はい、こっち側のね、ブーストバイトっていうね、ブーストバイツってやつですね。これハードグミ、前にね、緑色のね、やつ、モンスターエナジーみたいなね、色をしたやつが出てたんですけど、それのなんかピンク色のやつが出てたんで、ちょっとこれを買ってきました。これね、ブーストバイツの緑色のやつは結構ね、歯ごたえが良くて美味しかったんですよね。まだね、売ってると思うんですけど、それのね、なんかピンク色っていうことで、何が違うのかな、なんか何、リン、じゃあ、オレンジ、ピーチ、マスカット、果汁、不使用って書いてあるけど、うん、オレンジ、ピーチ、マスカット味ってことなんですかね。うん、そういうフルーティーエナジードリンク味ってありますね、ブーストバイツ。で、あとこっち、ちょっと今日の本編はこっちですね。モチラって書いてありますけど、なんかこんなのが売ってましたね。もっちりからのほろっと口どけ未確認食感っていうね、春日井さんからね、出てるやつですね。コーラ味、うん、こんなのが出てたので、ちょっと買ってみました。ということでね、早速食べてみましょう。まずね、まあ多分想像がつくこのブーストバイツ、こっちからね、いただこうと思います。はい、中身はね、こんな感じのやつですね。なんていうの、エナジードリンクの缶みたいなね、うん、そういうような形してますけど、じゃあいただきます。うん、
あ、美味しい。うん、このね、ウーストパイツってね、歯ごたえが本当にいいんですよ。もう本当にかなりのハード、ハリボと同じぐらいか、それよりもちょっと硬いかなぐらいですね。うん、あ、美味しい。うん、本当にね、まあ何味かって言われると、オレンジとピーチとマスカットを混ぜたような味ですね。結構ね、最初にピーチの味がきますけど、その後にオレンジとかね、他のフルーツ感みたいなのが来るっていう感じですね。うん、結構いい感じ。じゃあ今日も本命のね、モチラ、これをね食べていこうと思います。こんな感じですね。こんな形のやつで、結構ね硬いっていうか、普通にね指だと潰せないぐらい硬いですね。うん、なんかブニョブニョはしてない、全く。てかね、カチカチ、網目みたいな感じのカチカチさですねこれ。うん、ということでいただきます。なんだろう、こんな感じの、硬いんだけど、なんだろうな、なんか砂糖菓子っていう感じのなんか口どけ、あの舌触りとかがね、あのラムネとかそういう感じの舌の上でさーって溶けていく感じ。まあでもラムネよりもなんか口の中に残る感じ。なんかね、難しいんだけど、グミとラムネをぐちゃぐちゃに混ぜたような感じ。だから口の中で噛んで、噛んでいると、そのラムネ感みたいなところが舌の上溶けていって、ちょっとグミっぽいブニブニみたいなのが残ってて、かなり甘いですね。コーラ感の、コーラの香りはまあ結構優しめなんですけど、このめちゃくちゃね、めちゃくちゃってなんか すごい乾いた感じの食感、うん、謎、うん、本当にね、形容するならそのグミとラムネを混ぜたような感じの味ですね。味というか食感、まあ、香りで、うん、かなりね甘く感じました。めちゃくちゃ甘いな、うんうん、ちょっとね、一粒でもう二粒目は今日はいいかなっていうぐらい、そのぐらい甘いですね、うん、なんでちょっと疲れた時に食べるのにはもしかしたらいいかもしれないですね。どっちかっていうと今日の当たりはこっちですかね。この味はね結構好き、うん、ブーストバイツのこのフルーティーエナジードリンク味、こっちの方が僕は好きかもしれないですね、うん、ちょっとね、今コンビニセブンイレブンにね置いてあったんで、この2つね気になる方、グミ好きの方はですね、ぜひ食べてみてください。あ、一応ねエネルギー、こうマクロですね、はい、こう出しておくと、このモチラの方は1袋ね、1袋74キロカロリーで、タンパク質が 2.1、 炭水化物が30という感じですね、うん、ほぼ砂糖、エネルギー食ですね、はい、でこっち側ですね、これがこのブーストバイツ、これがですね1袋 100g あたり、エネルギーが329、タンパク質が 9.8、炭水化物が72という感じですね、うん、まあ両方ともね脂質がゼロということで、今なんかね仕事とか勉強とかのね合間に脳が疲れたなっていう時に食べるにはね最適なんじゃないかなと思います。はい、まあ運動前とかでもね、運動のね何時間、何十分前とかね、30分前とかに、こういうの30分とか15分前とかにね取るとエネルギーに変わってね、いいんじゃないかなと思います。はい、という感じで、見かけたらぜひね買って試してみてください。バイバイ。